歌舞伎町からおはようございます。ダイエット生活多分12日目ぐらいかな。1日も休むことなく運動を続けてるんですよ。ただ体がめちゃくちゃ慣れてきてですね、チャリンコ乗ってる時間をもっと有効活用したいなと思い始めてきたわけですよ。これ見えます？これ骨伝導のヘッドホンなんですよ。ここ耳の穴じゃない、耳の穴のちょっと前あたりにつけると骨伝導で音が聞こえると。で使ってて全然余裕なんですよ。なんでこれで、まあ、YouTube 見たり、まあ、YouTube も飽きてきたんでポッドキャストですね、 NHK のニュースと NHK ワールドニュースっていうのがあるんですよ。 NHK ニュースの内容を英語で今度は話し直してくれるってやつ、僕それ好きで、日本語のニュースを聞いてから英語のニュースが次に来るようにセットして2倍でいつも聞いてるんですね。最近全然消化してなかったんで、まあ、ちょうどいいですよ。今もう世界情勢めっちゃ詳しいですよ。トランプ大統領たった3日で退院したと。で専門家はまだ入院が必要だと。その理由は75歳という高齢と肥満体系。素晴らしい、そんな感じですよ。でホワイトハウスに入るときにマスクを取ったのを民主党がめちゃめちゃ批判してると、そんな感じでございます。お、来ましたね歌舞伎町。朝でもいますね人が。なんでもうしょうがないですね、ポッドキャストとか聞くぐらいしかないっすよね。まあそれでも音楽も何も聞けないっていうよりは時間が有効活用できてるんでいいと思います。ただここら辺の最適化、僕の専門領域なんで、専門領域って言っていいのかな家にあるニュース番組なんかをこっちの携帯電話に転送できるんですね。なんで転送してニュース番組音だけ消化しちゃうっていうのもありかもしれない。これはどっちだ、こっち、本当は左なんですけど今日はちょっとこっちから行きましょう。あんまり来ないっすねこっちの方は。普段は人が多くて、人が少なくていいっすね新宿。今朝何時？6時50分いいじゃないですか、気持ちいいっすね。おパトカー、100日間しかやらないって決めてるんでね、いいかもしれないです。今までの不摂生のツケをたった100日でリカバリーできるっていうことを考えれば多少の不便はしょうがないですね。なんかコメダコーヒーの超おしゃれな店舗がある、行ってみたいですね。ただこれまだ銀座と築地の間なんですよ。消費カロリーが足りないですねこれ食うためには。もうちょっと走りましょうか。あ、わかった、いつもの東雲のゆで太郎まで行って帰ってくればいいんだ。 OK、 いいですね。朝7時からやってるここ。はあ。着きました東雲のゆで太郎。どんぐらい走って、52分走って消費カロリーどんぐらいでしょうか、ちょっと見てみましょうか。277キロカロリー往復で、まあ、540キロカロリーぐらいなんで、まあ、なんか増えるでしょう。じゃあコメダコーヒーに戻ります。でもなコメダって料理がでかいんですよね。カロリー500キロカロリー以内ぐらいのやつなんか食えるんですかね。まあ、行くだけ行ってみましょうか。ダメならしょうがない、コーヒーだけ飲んで帰りましょう。あ違う、コーヒーはカロリーゼロですからそば食えるわ。あそこの近く銀座のゆで太郎もありますし、いいんじゃないですかね。よし。いやただなコメダコーヒー高いからな、どうしよう。築地に戻ってきました。コメダはあそこ、もう全然入り口がわからない。どっから入るの、あここ全然わかんない。こっちはダメなんですよ。コンビニの店員さんに教えてもらいました。こっちをこう右に抜けていくらしい。わからない。
こっちだ。いやーもう嫌になっちゃった。嫌になっちゃった。築地松竹ビルっていうらしいですね。相当すごい。はあ。おしゃれだね。何？ここもランチあるの。食いたい。食いたい。いくら？あ、そんなに高くない。800円、1000円ぐらい。ここっすね。あれね、チャリンコ。もうモーニングでしょ。モーニング、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 これか。もうどうすんだこれ。いいですね。新聞は全部あるし、でこの席、この窓側の席以外の席は全部電源が完備ですね。見えます？見えないかな。かなりいいですよ。なんかいつもより美味しいような気がする。気のせいかな。ういー、これでいくら？650円。減量中にはこれぐらいがいいかもしれないですね。めっちゃ喋ってたのに取れてなかった。これ映ってました？ごま。うまい。じゃあ僕が知ってる関心のあるものをベラベラ喋ってきますよ。これ神戸の大和運輸で解雇された人が元職場に乗り込んで人を殺したっていう事件なんですよ。でこれ解雇されるとお金がなくなるんで、こういうこと起きちゃうんですよね。でこれ、こういうのって社会不安が増大するっていうんですけど、こう破産法って、民事再生法っていうのは借金チャラにするじゃないですか。こういう社会不安をなくすっていう一つの側面があるんですよ。なんでこの行為を行った人ももちろん悪いんですけど、この行為を厳罰化じゃ救いきれないんですよね。そしてノーベル物理学賞、僕アメリカのノーベル言っていいのかな、やめとこう、名前はあれですけど、日本に来た時に1日2日観光案内したことあります。すげえ気難しい人だった。あれ広島同点とかあるんですか。 SDGs、 これ本来は技術で語られるべき問題が政治問題になっちゃってます。もうこれダメでしょ。経済かなり冷え込んでますね。でもただただですよ、今までいろんな産業が起こって潰れて、起こって潰れて、起こって潰れて繰り返してきたんで、いいんです。潰れるところは潰れて次の機会を待つんです。そのためにはやっぱりもうこれからは技術でしょ。特にプログラミングの技術あったんは絶対にいいですね。そんでやばい、これ超欲しい。どうすかこれ。これなんか海に浮かぶ避難用のシェルターなんですって。23万ぐらいなら買っても全然いい。これ欲しいわ。で落合陽一、もう理屈はいいから技術だけ出してろって感じです。喋り方あんま好きじゃない。でもう個別銘柄のここら辺の値動きは5枚も使ってやらなくていいような気がしますね。ネットで手に入るからね、もったいないですね。で僕がたまに新聞見るとき、映ってんのかなこれ。映ってなかったらすいません。映ってないならないで、なんかこの著作権の問題発生しなそうでいいっすね。これ卸売市場の精肉価格、ここに出てるんですよ。バーっといろいろね。で魚もあるし野菜もあるし、たまに見てます。マイナンバーの口座連動については僕今まで否定的だったんですよ。
でも今回コロナの件であった方がいいかなと思ったところ、持続化給付金じゃない定額給付金ですね、あの10万円の給付、あの手続きってめっちゃ簡単だったじゃないですか。それでできるんだったら特にやらなくてもいいと思う。でもあれ受け取った側の行政多分下請けに出してると思いますけど、そこにいくら使われたかで議論は変わってきますよね。要は国民全体の税金使われた額が少なくなるんだったらやっていいと思います。ただこれも新しい利権が発生するでしょうね。久保田納期ですね。 NVIDIA ってグラフィックカード作ってるんですけど、そのグラフィックカードがですね AI の計算するのにものすごい都合がいいんですよ、グラフィックボード。でそれで自動運転でやるんだ、すごいね、超かっこいいじゃないですか。テスラ超えてる。次の車これにしたい。これはダメですけどね、納期ですからね。で Google の G Suite とかワークスペースに解消。これ Google すごいですよ、これはすごい。アメリカだと、はい、あの学校で使うデジタルのパソコンとかタブレット、タブレットは特に iPad じゃなくてこう Android ベースの Chrome OS って入ってるやつ、 Chromebook ってやつがシェア6割なんですって。まあ僕も1個買って試してますけど、まあ、確かにそうでしょうね、使いやすい。アメリカのちびっ子供の6割が Google のこの G Suite ベースにちっちゃい頃から学校のいろんなタスクをやってるって思うと、こりゃ立ち打ちできないですよ、日本人やばいですね。これレジ袋の有料化、もうこんなヒステリー以外の何者でもない、小泉進次郎でしたっけ、新一郎でしたっけ、あいつ本当アホ中のアホですね。何やってんだって話ですよ。中国成長率が年 5.2% ってことは、だいたい12年で国力が倍になるってことですよ。こらすごいな。しばらくはアメリカとは直接的な戦争をしなかったとしても10年で倍ですよ。おお。今戦争しても勝てないって中国が踏めば、ちょっとした鎖国状態に国を持っていって、まあ、内需だけで十分回せると思うんですよね。爆発的な成長は見込めないにしても、で十分に力をつけたところで来ますかね、第三次世界大戦。ファーウェイの排除に代表される 5G で中国外し、これはもう重要です、絶対やった方がいい。ファーウェイやってます、やってますよ、やられてますよ。でなかなかに面白くてフェアだなって思った記事がこれです。イタリア会見して国会議員の定数を削減したんですって。ほうほう、日本もそれに続かなきゃみたいに思うんですけど、でもここら辺見てください。人口100万人あたりの議員数が日本は5人、イタリアは15人なんですって。だからまあ日本よりも3倍以上いたんで削減されて当然なのかもねっていう別の考え方もあるっていうのを紹介しています。この人なんていう人だろう、上級論説委員大石、なんて読むんだろう、読めない。うん、いいですね、いい記事、これはすごい一番いい記事だなと思いました。お、ワーケーション会議 in 鳥取、これ鳥取すごいいいところなんですけど、見てください、主催が日本経済新聞社、これはまあ民間企業やってるからいいですよ。でも公園が鳥取県でしょ、これ税金いくら使われてんだって話ですよ。でワーケーションの会議なのになんで鳥取でやるんだっていう話ですよ。ああいいのか、出るのが鳥取の県知事だからか、なるほどなるほど、うん、鳥取の人たちが出るなら、うん、OK ですね、すいませんでした。いやワーケーションとか考えたら鳥取とか地方とかめっちゃいいと思いますよ。道も広いし車も止めれるし飯もうまいし安いし、言うことない。でインターネット超強いのだけ引いといてくれれば僕は文句ないです。ビジネス往来日韓が再開されるみたいです。なんで韓国からなんだろうと思ったら、このグラフがなかなか優秀ですね。割と多いんですって、商用訪日客年間で30万人、中国の38万人に次いで第2位。まあ近いですからね、まあ、ビジネスと政治は別だっていうのはあるかもしれないですけど、
でもここも別だって言ってもここも交渉にうまく使っていかなきゃいけない。天皇をバカにするような国とはちょっと嫌ですね。いや個人的には韓国人友達いっぱいいるんで個人的にはいいんですよ。韓国人は別に嫌いじゃないですけど韓国の政府のやり方はちょっと問題がある。もちろん中国も、中国共産党ですね、中国人の友達もいっぱいいますから個人的な恨みはないですけどね。でテレワーク、一部上場しているような大企業はもう当然やってますよ。アメリカの株価が今回のコロナ騒ぎであまり落ちなかったっていうの皆さん記憶に新しいと思いますけど、それなんでかって言われると前々から言われていたんですが、一つはコロナがすぐに収まるっていう希望、希望的観測によるもので、もう一つはもうアメリカの上場しているナスダックに上場しているハイテク株、ハイテク企業、ハイテク以外の企業もほとんどかなりのデジタルトランスフォーメーション、まあ、IT 化ですよね平たく言えば、それ済ませてるんで、コロナみたいな分断、人が働けない、対面で物を売れないってなっても業績に影響を与えないんじゃないかっていう2つの予想があったんです。もちろんこれ僕のオリジナルじゃなくて立花明大先生が言ってて、おーなるほどなと。で多分これ正解は後者だったって思いますけどね。でこのテレワーク、テレワークって言ってますけど、じゃあ国民、日本国民全体でテレワークにそもそも対応できる仕事っていうのがどれぐらいあるのかっていうと、それほどはないんじゃないかなと思うんですよ。で PC の作業とかいろんなものを習熟していったとして、でもテレワークって言ったって基本的にメールの使い方、チャットの使い方、ドキュメントの書き方、ズームの使い方、そんなもんでしょ言ってんの。でも本当にやらなきゃいけないのはそういうことじゃなくて、もっと根本的な新しい産業を作れるかどうかですよ。そのためには規制を緩和しなきゃいけないっていうことで来てるのが、ででん、あれどこだったっけ、どこだ、菅さんが超頑張るっていう、これか。いやもうちょっと、もうちょっとでかいのがあったんですけどね、どこだ、これじゃないんですよ。これおかしいな、どこ行った。まあいいや、その菅さんがやろうとしてるのは、とにかくとりあえず対国に対して何かやろうとした時の無駄をなくそうぜっていう話なんですよ。でもそれはもう本当すごいいいですよ、ね、だって新しい産業を起こす時に国に何か伺いを立てなきゃいけないって言ったらめっちゃ時間かかるし、コストもかかるし、人も連れてかなきゃいけないし、で対面にならなきゃいけないし、で大変なんですよ。書類も作らなきゃいけない、ハンコも押さなきゃいけないって、そんなんじゃもう新しいことやろうっていう人がいなくなっちゃう、慣れちゃう。なんでそこら辺はもう対面なし、もうできるだけデジタルでやろう、新しい産業を作るっていう一番最初にやらなきゃいけないことを菅さんやろうとしてます。僕菅さんめちゃめちゃ応援してます。それはなぜかというと、僕が昔菅さんの政策秘書に誘われたことがあるっていう話ですよ。これ秘密だから言っちゃダメですよ。動画最後まで見てくれた方だけに秘密の情報を今僕暴露しちゃいました。これなんか親父が勝手に断ったらしいですけどね。菅さんが総理大臣になるときに電話かかってきて、おいおいおい、お前に言ったっかみたいな。いや菅さんの方から政策秘書、その詳しいことは言えないんですけど、誰、菅さんの周りの人も、まあ、どういう感じで来たのかっていうのは言えないんですけど、断っといたの、あれちょっと失敗だったなって言ってましたね。いやそんな話があれば絶対言ってましたけどね。超面白そうじゃないですか菅さん。まあというわけで現場からは以上です。日経新聞やっぱ面白いなと思ってたんですけど日経 MJ の方が面白い。これは面白いです。いやめっちゃ良かった。たまには全然違うとこ行ってみるもんですね。でしかもほらクーポンもらっちゃった。映るのかな、どんぐらいなんだろう焦点距離は。モーニング半額っすよ。650円が半額だから325円になるってことですよ。でできたのが新しいんですって。今10月なんですけど7月の末にオープンで、ということでやった。新聞見に来るのいいかもしれないですね。ここに米田伊豆
窓側の席以外は全席電源付きです。結構なんか仕事してる人も多かったっす。というわけで現場からは以上です。富士そばです。これバクテイそば食ってもいいですか。これずっと気になってたんですよ。歌舞伎町にもあるんですけど近すぎて運動せずに食うわけにはいかないと思って、これは買い。うまそう、めっちゃうまそう。ん？これスープの味が札幌一番塩ラーメン。いいのかな、こんなこと言っちゃって。ニンニクがめっちゃ効いてるわ。めっちゃうまそう。いただきます。うん、そばは茹でたらのが美味しい。言っていいのかな、こんなこと。たまにはいいですね、富士そばも。うん、うまっ。おい、すげえ量っすね。これ食えないかも。